うすぐ着くからね、あのイタリアンのお店ね、あの夫婦ね、今頃も元気でやってんのかね。さあどうなったか楽しみだね。あ、ごめんください。はい、すみません、ちょっと一つ道聞きたいんですけど、はい、私の東京から来てる三本と言いまして、三本です、東京から来てるものなんですけど、はい、なんかこの辺でバクバク亭っていうお店知りません？バクバク亭さん、何屋さんですか？イタリアン、わかります？あのなんか昔ミノモンタさん司会の愛の貧乏脱出大作戦っていう番組。もうないですね。え、もう10年ぐらい前に閉めとった。どこにあったのかちょっと教えてもらっていいですか？そこはあのたこ焼き屋さんのところ。たこ焼き屋さんってどこ？向こう？いや、こちらです。のどこですか？右にたこ焼き屋さんがあるんです。かなり先の方。うん、そこです。看板にすぐ今赤い車が行ったところに今、うん、あの白い家の。そうです、そうです。たこ焼き屋さんがあるんで、そこの前です。あ、そこ今たこ焼き屋さんで、その前だったと思います。そのたこ焼き屋さんだった場所がそうだったわけだったと思います。ちょっとはっきりは、僕は東京から来てて、はい、ほらなんだっけ、愛の貧乏ってやったじゃないですか。ありましたね。で、僕ね、あの時ね中学生だったんですよまだ、はいはい、であの番組を毎週見てたもんで、もうなくなってますね、多分。あ、多分じゃなくなってます、何年前かはちょっと。でね、そう、今日東京から来て、はい、せっかくちょっと食べに来たんだけどなくて、10年前ぐらいなくなって。あの番組でほら修行に行ったじゃないですか、東京に。あ、分からないです。分かんないです。見てない、はい、はい、あの番組見てないんですね。見てないです。行列があった順だけ聞いてて。あ、え、結構並んで、結構いやらしいですね。あ、でも行ったことはないです。ないです。じゃあ分かんないです。分かりました。はい、分かりました。たこ焼き屋さんに聞きます。いや、ご存じないと思います、人ばっかりやからって。近所の人とか誰か知ってる人います？いやー、どうですか。ほら、味が美味しかったかなとか、どうだったかなとか、ちょっと聞いたけど、ちょっと2年ぐらい前だったらちょっと分からないですね。分かります。はい、すいません。はい。すいません。はい。あ、ごめんなさい。ちょっと聞きたいことがあってきたんですけど、私あの東京から来ました三本なんですけど、はい、なんか昔のバクバク亭ってお店あったの知ってます？何さ、バクバク亭って。僕東京から来た三本なんですけど、バクバク亭ってお店知ってます？なんか昔、なんかすぐそこにあったらしいんですけど、ミノモンタさん司会の愛の貧乏脱出大作戦で、あったよね。もうだいぶ前に亡くなりましたよ、貧乏大作戦。僕ね、今34歳なんですよ。で、中学生の時にあの番組しっきり見てたもんで、だから中学生だからさすがに来ないじゃないですか、東京から。だから今日来てみたら閉まってたんで、はい、もう行けんだって。え、もう行ったことあります？行ってない。だからほら、例えば近所の人とか友人とか、例えばこのお客さんとかでも行ったことあるよっていう人いました？近所の人だ。まず近所の人は行かない、うん、でも地元の人が行かないってことはあんまり美味しくなかったんですかね。え、あそこの店主さんってちなみにあれですか、そのこの辺の人です？いや、分かんない。この辺からあんま付き合いもなかった人なんですね、じゃあ。私たちもこっちに来てからのあれなんで。あ、あ、こちらの方じゃないんですか。ただ私もテレビ見て、あ、近所の出てるねっていう感じだったんで、あの放送があってもすぐね、終わっちゃったよね。え、でも並んだりしませんでした？結構ほら放送した後バーっていっぱい来て並んで、もう1ヶ月ぐらい、あ、どのぐらいで潰れました番組放送を？半年。半年で、でもあのその美味しい美味しくないとか、店主さんがほら態度がいい悪いとか、あんまそういう評判聞かなかったんですね。自分ほら来たけどやってなかったから聞きたかったなと思って、あの番組でほら新宿、東京の新宿のイルピッチョーネっていうイタリアンレストランに修行に行ったんですよ。僕そこの人は知ってるんですよ、行ったこともあるし。そう、残念でしたね、東京から来たのに。ねえ、早かった。じゃあね、あんまりあれだね。そっか、わかりました。すみません、何か。いえいえ、こんにちは。ちょっとすみません、あの、どなたか古い人います？
古い人じゃないとちょっと分かんないと思ってあれなんですけど、あのちょっとね、目の前のバクバク亭的なのあります？バクバク亭あります？すいません、あの僕東京から来てるものなんですけど、こ目の前のたこ焼き屋が昔バクバク亭だったって聞いたことあります？聞いた人いないですかね？あそこあれなんかね、和食屋さんの回った前ですね。バクバクって聞いたことないですか？なんかね、昔もう多分ね17、18年前か20年ぐらいなんですけど、なんかミノモンタさん司会の愛の貧乏脱出剤作戦っていう番組でテレビでやったらしいんですよ。はい。で今日僕あの時中学生でその番組見てたんですけど、毎週今日東京からちょっと来てて、食べに来たらなんかもうやってないって聞いたんで、まあ目の前だから誰か行ったことある人とかいるかなと思って、古い人だったら特にそのぐらい古い時からいる人がもういなくてですね。ああ、やっぱ移動があるので。じゃあイタリアンのあのお店だったって聞いたことあります？名前だけはどこかに聞いたことあるんですけど、和食屋さんだったんですよ、たこ焼き屋さんの前の。でその前だったと思うんですね。そうかね。じゃあ前の時代からいろんなのがもう今いなくてですね。あ、移動があるのでも他の営業所に行ってしまってまして。ああ、じゃあみんなこの辺に住んでる人とかでもないわけだ。行ったことある人はちょっと話聞きたいな。なんかほら美味しいとか美味しくないとか、ほらその番組放送後どうだったかとか、ちょっと聞きたいな。わかんないですか？ああ、わかりました。はい、すいません。今日休みだ、聞こうと思ったのに。8月20日休み、残念でした。定休日です。プロレス王子の三本です。今回は福岡のあのバクバク亭の続きをお届けしようと思います。福岡ではね、昨年の8月あのシーダのカレー屋といい、北九州の桜亭といいね、なかなかいい情報がつかめなかったね。バクバク亭もね、やっぱりあんまり多分ね、番組放送して長続きしなかったんだろうね。あんまりいい情報をつかめなかったので、もう一回再びね、達人のもとへ行こうと思っています。達人はあの当時イルピッチョーネというね、新宿の店で働いてましたね。ところが今はもう独立して東京文京区に食べるな愛というイタリアンのお店を持って、今そこにいます。なので僕は今ここ文京区の、東京都文京区にいます。椿山荘っていうホテルのすぐ近くなんだけど、そちらのね、すぐ近くのこの達人のお店にいます。あ、お店の近くにいます。なので今日は達人のお店にこれから行きたいと思うんですけども、ただね、以前もお伝えした通り、達人のお店はやっぱりちょっとこの辺ね、著名人が多いっていうことで、店内はちょっと撮影禁止ということになっております。だからちょっと音声だけしかお届けできないんだけど、音声の中でもし聞ける情報あったらみんなにお届けするからね、そこは楽しみにしておいてください。ごめんなさい、1分早かった。ご予約いただいてる。はい、はい、どうぞ。ごめんなさい、1分早かった。あ、全然。こっちだね。あ、そちら。どうぞ。分かりました。またこの前と同じ時ですね。あ、あちらにあったエジロがあるんです。はい。あ、じゃあここ使っちゃいますね。
酒が飲めないんで、ソフトドリンクだね。一番下に持ってるじゃん。ソフトドリンク。ブラックオレンジジュース。今井さん、はい、結局福岡の方のお店行ったら今明太屋になってましたね。明太屋だからなんか知らない、わかんない。バクバク亭さんですよ。だから知らないですね。バクバク亭行ったこともないです。そうなんですか。行ってないです。どうしましょうか。料理はどうしようかな。じゃあ今日カルボナーラってありますか。ありますよ。じゃあ、はい、分かりました。あ、カルボナーラしますね。はい、今の 山下さんでしたっけ、山本さんでしたっけ、ペラーラの人、ペラーラ、まあ、もういないです。谷本さんですね。はい、え、あの人は連絡も取ってないですか。取らないです。あ、取ってないんですか。はい、そう、イルピッチョーデの小林さんが言ってたんですよね。そのペラーラにいた、そう、人もなんかそう、はい、小林さん、はい、知らない。お知らないですか。知らないです。いや、ちょっと普通に、はい、1年ぐらい前ですよ。あ、そうなんですか。ちょうど、はい、ピッチョーと付き合いないんです。あ、そうですか。はい、そう、そしたらその今井さんという、今井さんも今こっちの食べれないよってことも聞いたんです。全然付き合いない。あ、そうですか。もうだって十何年も前ですから。今井さんって結構あの番組見てた人ですか。はい、あの番組で見てた人ですか、もともと。いや、見てます。あ、もうたまたまじゃあディレクターがそういう話がして、あの夫婦も最初ほら喧嘩ばっかしてたじゃないですか、番組でも。そうですね。でも今井さんが教えて徐々に覚えていって最後合格されるのにね、あんまり続かなかったんですかね。そうじゃないですかね。残念ですね。なんか、せっかくですね。で、あのフェラーラの谷本さんも会いに出たじゃないですか。ああ、出たんですよ。で、四国から修行に出たら似たような夫婦だったんですよ。やっぱ喧嘩ばっかしてあんまり面白いですね。でもそこもやっぱなんかあんまり潰れてるっていうことですね。もうでも何十年も前だから、もう20年ぐらい前やってないんですよ、ほとんどなんで。今井さんが確か19年ぐらい、まあそうですね、20年なんですが、2000人でしたね、放送者は。そうですね。もう全然そこまで、全然切れるよ。全然気にしないですよ。これ言われるまでも全然頭が入ってないからな。あと、日本橋にあるイルピッチョになるで、アルポンテって知ってますよ。だから分かんないですよ、全然。アルポンテさん知らないですか。まあ、名前は知ってます。知ってますよね。あそこも愛の貧乏に出てるんですよ。あそこも千葉県の流山から来たイタリアンレストランの人が、あの番組だと僕お宅ですもん、見てたのは中学生の頃だったんで、毎週見てたんですよ。もうアルポンテさんのところの修行に行ったのは千葉県の流山から来た人は、一昨年の年、2017年まで住んだのをやめちゃいましたね。でも続いた方ですよね。お腹が空いた。で、結構その、イルピッチョーデの小林さんが、結構その、フェラーラさんとか、あと、今井さんのお店とかって、こういうお店知ってたんで、そう、なんでこんな知ってるんですかって言ったら、イタリアのお店の業界も狭いから、結構つながったりしてて、みんな仲間だったりするんですよって聞いたの。そしたら、その、アルポンテさんに行って聞いてみたら、そしたら、そう、あ、イルピッチョーデさんとかよく知ってますよ、なんて言って。あの辺も結構つながってますよ、みたいなこと言って。アルポンテ行ったんですか。アルポンテ行きましたね。はい、いつ行きました。あれが去年の秋ぐらいですかね。夏ぐらいでしたかね。原さんっていう人が店主なんですけどね。あ、素晴らしい。あ、知ってますよ、原さん。あ、素晴らしい。だからやっぱりね、原さんも言ってましたよね。
アドバン普通はほらその1年2年って長い目で見て修行ってくるもんなんですか。だからやっぱほら番組で来るっていうのは7日間とかの短いスパンで教えていただいたじゃないですか。だからやっぱりなんか厳しく言うのもやっぱ辛かったし大変だったって。ああで修行に来た側の人はやっぱ千葉県のやっぱ田舎のところなもんで、やっぱほらまだ子供が小さかったらしいんですよ。だからああいうメディアとか番組に出るとね、そういうほらもうね、このメディアの取り上げ方によってはそこの町にもいられなくなっちゃうこともあるじゃないですか。子供とかちっちゃいから、こうだからやっぱそういったこともやっぱ心配してましたね。ああこれ、はい。で自分は長渕剛の大ファンなんで、去年福岡の国際センターでコンサートがあったんで福岡も見に行ったんですよ。そう、そしてそのだ行ってみたら、まあ、そんな感じだったんですよ。だからちょっと近所の人とかちょっとお寿司屋さんとか近くにあったからちょっと寄って聞いてみたんですよ。あのそこにあの昔、まあ、あまりもう聞かないほうがいいんじゃないですか。それかわいそうじゃないですか。昔ああいうお店ってなかったですかって聞いたら、あ、ミルモータの番組だったあのお店ありましたねって。でもね、この辺の地元の人はあんまり行かなかったし、テレビで放送してからあんまり長く続いてなかったみたいですよみたいな感じで、もうとっくにだから今ないですよって。今なんかあれも明太屋さんになってますけど、明太屋かなんかになってて、はい、お待たせしました。もう来たんですね。はい、やさん、はい、この人が小林さんっていう人なんですか。あ、この人が来てました。小林さんって言ってました。うわ、挨拶してもらった。はい、はい、ありがとうございます。あ、もう行きます、うん、すいません、忙しい、ごめんなさい。お会計です。修行ちょっとどうでした？頑張ってますか？みんな頑張ってる。ちょっとダメな、あんまりダメな人が出るじゃないですか。ダメな感じしましたね、やっぱ最初に出て。もうあまり覚えてないな。もう何十年も前じゃん。そんな覚えてないな。合格した時は、みんな仲いいなと思って、こういうとこかったんじゃないですか。やっぱやらせじゃないかね。結構ね、他のいろんなものを結構いろいろ出てるんですけど、ちょっと僕は増えました。あまりそういう、全然うまいものですよ、番組なんて。終わったから終わって。ああ、ごめんなさい。悲しい夢中になったら、頑張ってください。頑張って。はい。どうも。また来ます。はい。